テカメ来たおっと来た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 ちょっと重いほらまた来たはい皆さんおはようございます、ゴールデンウィーク最終日今日はね風がね北風がね強い予報だったんですけどちょっとゴールデンウィークの最終日っていうこととあと昨日ね雨が降って釣りに来れなかったんで波高いかなと思ってたんですけどそこまででもないんで釣りはできそうですね、まあ、むしろ結構雰囲気的にはいい雰囲気じゃないかと思います。じゃあそろそろ始めていきましょう。なんかちょっとでかいの来そうな雰囲気がしますね。波もいい感じですし、ね、若干潮位が低いのが気になりますね。今日は腰潮で今下げてる最中かな。あれ今日意外といい雰囲気なんですぐ当たりがあると思ったんですけどないですね。いつもと同じ感じなんですかね。もうちょっと日が昇らないと当たりがないのかな。うわちっちゃい。はい1匹目すごいちっちゃい。ちっちゃいけどいい当たりでしたね。でっかいの来そうな雰囲気なんですけどね今日ね。ちょっとゴールデンウィークの最後に20オーバー釣りたいですね。渋いな相変わらず。結局ゴールデンウィークはそこまでバック調した日はなかったですね。8匹くらいが最高ですかね。こんなに反応がないってどういうことでしょうね。やっぱりいないんですかね。ここに沖の方に行っちゃってるとかなんですかね。めちゃくちゃ当たりましたね。ないってことですか。だいぶ食われました。やっぱりいました。ちっちゃいけど。はい、13ありがとう。このゴールデンウィークの最大が18K ぐらいですもんね。あ20ってのがいたか。ほらそういうのやっぱあのぐらいの差でになるとね当たりも良くて重みもあって最高なんですけどね。銀歩ですかね。何かどっちかいますね。今何かいますね。食べてるのか掴んでるのかありますね。カニかもしれないですね。こう餌持ってったから今食べてるでしょうか。やっぱカニっぽいですね。今日はあのちっちゃいの2匹で終わってしまうんでしょうかね。さあどうするか。やめて帰るか。風がねもろに強くなってきました。花火のように波が舞ってますもんね。
と当たりましたね。当たりました。ちっちゃいですね多分今のも。さあまだいるか。いなくなっちゃいましたね。こんなに針を飲まれたのは初めてかもしれない。ちょっと合わせ遅かったですね。若干飲まれましたね、やっぱり。口でかいね、君ね。はい、ちょっと大きめですね。20近くありますね。19ぐらいですね。19センチ。はい、あすみちゃんありがとう。ちょっと大きいの来ましたね。初めて針を飲まれました。ちょっとね、合わせ遅れましたね。波でね、分かんないんですよね、当たりが。結構風がね、5メートル以上はありますね。ただ寒くはないです。今ね、北風が吹いてるんですけどね、全然寒くないです。グローブもまだいらないぐらいです。なかなか危険な領域ですね、ここね。来た時に比べて波が倍ぐらいになってますね、高さが。うわ、波でね、これだけ竿が触れるんですよ。当たりみたいです。こんなの荒波って言ったら外房の人に怒られちゃうかもしれないですけど、東京湾にしては結構な波ですね。東京湾みたいに湾になっているところはそれほど波は高くならないんですけどね、うん、今日は高い方だと思います。おっと、当たりましたね。細かいですね、かなり。超チビだと思います。ちっちゃい餌で釣りましょう。どんな釣りですかね。全く当たりがないわけじゃなくて、そこそこあるんでね、なかなか帰りづらいです。ほら来てる。ホッケクシャ食べれないんですかね。ちっちゃかったですね、きっと。結構でお腹いっぱいになっちゃったね。今日は3かな。5は行きたい感じしますね。おっと、来た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 。ちょっと重い、ちょっと重い。うわ、もうおられた。うわ、来た。ほら、でかいの来た。やったぜ。これ20はありますね。ほら、でかい。でっか。20ありますね。あ、20軽く超えてますね。23ぐらいありますかね。22、3ですね。
はい、出ました。大きいの、あのゴールデンウィークの最後は締めくくる20オーバー出ました。はい、ありがとう。久々の重さの感覚でした。20オーバーやった。じゃあもうちょっとしたら帰りましょうかね。あの大きいの釣ったんでね、ちょっとここもしかしたらまだいるかもしれないんで。ほらまた来た。おっと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 、また変な方行った。おっと、また大きめ。そうでもないか。はい、これが18ぐらいかな。18ぐらいありますね。はい、やったー。ちょっと大きめ連発嬉しいですね。はい、ありがとうね。大きくなってまた戻ってきて。いますね、ここ。やっぱね、こういう風にね、場所的にね、集中してるところがね、多いんですよね、最近。なんでしょうね、何かがあるんですかね。結構ね、浅いです。1メートルないぐらいじゃないですかね。そんなところに魚が集中してるんですよね。不思議なことに。今と、さっきの虹オーバー釣ったところと同じ穴です。もう一回同じ穴入れてます。おっと、あれあれですね、カニですね。今のはカニは重いですよね、やっぱね、掴んでるからね。当たりますよ。おっと、かかりましたけど逃げました。落ちてる最中に食いました。今のはバレたというのかな、かかってましたね。ほら消えちゃった。はい、今日は終わりにしましょう。最後ね、大きいの連発して、まあいいゴールデンウィークの締めだったんじゃないかなという感じがしてます。だいぶ波も、強くなってきちゃって、波をかぶってしまう可能性が高くなったんで、まあ最後ね、大きいの2連発してかなりいいゴールデンウィークの締めになったんじゃないかなと思います。ちょっとね、渋くて、なかなか当たりがない日が続いてたんですけども、まあ今日はね、そこそこ当たりがあって、あの楽しい釣りができたと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは7日間か8日間、ここに釣りに来ました。あんまりね、釣れない日が続いて、まあ、薙ですごいね、あのベタ薙だったりしてね、全然釣れない日が、全然当たりもなくてっていう日がね、何日かあったりしたんですけども、今日はね、いい具合に、波があって、こういう時はね、大きいの出やすいって、よく動画でも言ってますけどね、まあその言葉通り、大きめのやつも出ました、今日は。ということで、皆さんゴールデンウィーク楽しみましたか。はい、じゃあ今日はこれまで。バイバーイ、またねー。